平尾台に夕日を見に来ました。見えるかな、まだこんなに高い。聞こえますか？なんかね、リコーダーみたいな笛の音がするの。誰かが吹いてくれてる。あんまり近くだとうるさそうだけど、こんなに遠くでもこんな音色が聞こえてきます。鳥の声。下山してる人たちとちょっとすれ違ったんだけど、今上の方に乗っているのは見て分かる通り私だけです。自然歩道はこちらです。2008年にできたそうです、環境省。そしてこっちが治水岩まで300メートルって書いてあります。なんか岩と岩がいい感じで並んでるのかな。まだ太陽が照ってるところ、目が熱い感じ。目が少ししたら沈む。
風が吹いて寒くなってきた。立ち止まると余計寒いんですね。ちょっとやっぱり山道っていうか登ってるから、歩いてると汗ばんでくるんですけど、止まるとすごいその汗がまた風がヒューってきて寒い。前来た時に思ったんですけど、このカラス大地のこの岩ね、足元にある触ると手が傷つくほど痛いんですよ。ザラザラして、買って持ってくればよかったなって思いました。寒さ対策にもなるし、グンってして歩くとこ、もし間違って転んじゃったりしても怪我しちゃうから、手袋してるとでも今日は本当に山と空のコントラストがすごい綺麗でいい感じ。本当に自然大好き。なんかちょっと弱々しいんだけど、鈴木の方が太陽にかかってるから撮ってみました。あ、外しちゃった。ちょっと近づいたら最後か、なんていうか感性ですよね。かかってる方がいいのか、横にあるのがいいのか、この真ん中に来るのがいいのか、好みもありますし、私は空、雲が好きです。雲が好き、植物が好き、風が好き。さっき笛吹いてる人いたんだけどさ、マンドルが飛んでいくといいんだけど、まあ、自然のとこ来たらこの自然の音がすごい癒されるかな。よくキャンプ場に行って音楽ガンガンかけてる人とかいるじゃないですか。でも夜は夜の音、朝になったら朝の音、なんかそういうの聞くのが好きです。どこにカラスが鳴ってたり、深呼吸できて気持ちいい。ちょっとお茶飲もうと思います。だんだん沈んできました。もうちょっとね、まだ時間が結構あるので座ってしまった。そしてそんなに焼けないかも。夕焼け、そして寒い。みんなも上着を持ってきましょう。来るときは雲ってさ、その日見た雲ってその日その時一度しか絶対にない雲だからね。それはそれで素敵だと思います。寒いよ。6時10分日の入りで、厚い雲の中に太陽沈んでしまいました。もうちょっと残光っていうの残ってるんだけど、暗くなったら危ないので戻ろうと思います。帰りなさいってカラスが言ってる。ご視聴ありがとうございました。またねー。